こんにちは、かおるんです。今日はですね、ギターコードを徹底解説やっていきましょうということで、今日やっていく曲はですね、桑田佳祐さんで新曲時代遅れのロックンロールバンドでございます。イエイ。今のね、世の中で起きているね、たくさん大変なことはありますが、こちらに対してね、平和をね、歌った曲になっております。こちらの解説やっていきましょう。今回もですね、いつも通り僕なりにね、初心者の方々がつまずきやすいところ、疑問に思いやすいところをね、徹底的に解説していきたいと思います。ということで、まずはイントロのフルカラー見ていきましょう。まずはね、イントロの解説からやっていきたいと思います。イントロでね、使われているコードは D、F シャープマイナー、G、A、D のね、順番になっております。一つだけお伝えしておきたいね、ポイントがね、F シャープマイナーになります。こちらはね、制覇コードとね、言われるコードで、いわゆるね、人差し指をね、全体使ってね、押さえていくね、コードになるんですけれども、このコードはですね、なるべく人差し指からね、押さえていくようにしましょう。ストロークってね、基本的にはね、上から下にね、下ろすのがね、メインとなりますので、このね、上から下に下ろした時に、最初にね、弾くね、弦っていうのが一番上にある6弦になります。このね、6弦をね、押さえている指がね、人差し指になりますので、制覇コードでね、ちょっと難しいところもあるんですけれども、なるべくね、人差し指から押さえる、または人差し指と他の指をね、同時に押さえられるようにね、練習してみてください。コード進行をね、練習するときはですね、右手のね、ストロークは上から下にね、下ろすだけでいいですから、なるべくね、早くコード進行をね、切り替えられるように練習してみてください。こんな感じで練習してみてください。次にね、ストロークなんですけれどもね、これがね、この曲のね、一番の特徴と言ってもいいかもしれません。結構ね、早めの BPM130 って言われるね、数値になっております。実際にお見せすると、ゆっくりね、ストロークの順番を解説していきます。下ろす、すか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 す、下ろす、すかす、すかす、すかす、下ろす、すかす、下ろす、すかす、下ろす、上げるになります。今のね、ストロークを一セットとね、考えまして、各ね、コードでね、弾く回数をご紹介していきます。D が2回。F シャープマイナーも2回。G が1回。A も1回、D も1回となっております。最後のね、D コードはですね、1回このストロークを弾いた後に、その後上から下に下ろすね、1回だけのストローク。これをね、挟んで少しね、お休みを入れてください。実際にお見せすると、こんな感じでお伝えしたストロークをね、1セットやった後に上から下に下ろすね、1回だけを弾いて、その後お休みって感じで A メロに入っていきます。さあ次にね、 A メロのね、フルの演奏を見ていきましょう。A メロの解説をやっていきたいと思います。 A メロでね、まず出てくるコード進行ですね、こちらに関しては先ほどご紹介しましたイントロでね、出てきているコード進行と全く同じものが2回ね、繰り返されるだけになりますので、ぜひね、やってみてください。ストロークの方もですね、先ほどね、イントロでご紹介させていただきましたものとね、ほぼほぼ限りなくね、同じ内容になっております。少しだけね、違うところがね、3つありまして、1つ目としましては、
最初のねイントロで出てきたストロークのうちの最後のね下からね上に下ろすパターン、これがあります。このね下から上にね下ろすパターンのところはすかす、鳴らさないという感じで弾いてみてください。二つ目のねポイントといたしましては、意味さえうつろに響く、この D コードと素直に声を上げたらいい、この D コード、こちらに関しては先ほどのねイントロとは違って2回ねストロークを繰り返して弾いてみてください。あとね3つ目のポイントとしまして、 A メロなのでイントロと違ってね少しね静かめに弾いてほしいんですよ。なのでストロークをね弾くときはなるべくね上の方をね弾くようにしてみてください。あの6弦5弦4弦あたり、こうね高くてね盛り上がるね音っていうのはギターではね 1,2,3 弦の方にね集約されておりますので、ここはねまあ弾いちゃったらしょうがないんですけれども、そこまで弾かないように心がける、なるべく上の方のね 4,5,6 弦、ここのあたりのね低い音をね弾くようにしてみてください。そうすることによってね A メロのちょっとしたね静かなね音の感じをね表すことができると思います。さあ次にね B メロのフルね見ていきましょう。解説をやっていきたいと思います。ここでね B メロでポイントになるものはね3つございます。サビの前とねいうところがね B メロになりますのでね、少しね盛り上がってね弾いていくっていう感じもねあってもいいかなと思いますので、 A メロで弾いておりました低い音をね弾くっていうのはやめて、イントロと同じようにね全体をね弾くように戻してください。あとはね、F シャープマイナー、B マイナー。ここに関してはね、人差し指はね、離さずにね、切り替えるようにしてみてください。僕もね、なかなか難しいところではあるんですけれども、このね、正破コードって、大体ね、ギターのね、弦をね、カバーしておりますから、これをね、一回離してね、F シャープマイナーから B マイナーに切り替えてしまうとね、結構な指を離してしまって音切れみたいなところがねあったりしますからね、そこはなるべくでいいですから頑張ってね離さずに切り替えられるようにしてみてください。さらに3つ目のポイントといたしまして、サビのね直前の A コードの最後のねストローク、ここに関してはね上から下に下ろすダウンストロークだけでね弾いて、だんだん強く弾くことによってねこうサビに一気に入った時に盛り上がれる、そんなね演奏をしてみてください。このね今お伝えした B メロの3つのポイント、全体を弾く、そしてね正破コードは離さずに切り替える、そしてねサビの直前の A はねダウンストロークだけで弾くっていうところをねちょっとお見せしたいと思います。それではサビのねフルを見ていって、サビの解説をねしていきましょう。サビのね解説をやっていきたいと思います。サビのねまずコード進行に関しては、今までね出てきた内容とか皆さんがね見たことあるねコードが多いと思いますので、そんなにね難しくないと思います。やってみてください。ストロークの方もですね、イントロでねやった内容とね同じになるんですが、一個だけね気をつけなくちゃいけないところがあります。それがですね、共に受け止めて歌えロックンロールバンドのねところに出てくる E マイナー、F シャープマイナー、G、A、D のねところがね少しねポイントとなります。そのねポイントっていうのがね、ちょっとねコード進行をね切り替えるタイミングが早いのでちょっとねお見せしますね。少し前の G からやってみます。
ゆっくり弾いてみますと、下ろす、すかす、すかす、すかす、下ろす、すかす、下ろす、上げる。これになります。さあ、最後にですね、イントロ、A メロ、B メロ、サビ以外のね、ところでね、ちょっとしたポイントがありますので、解説をしていきます。この曲の最後の方に出てくるね、2つのコード、G マイナーと D。これに関してはね、この曲がもう終わりですよっていうね、コードになるんですけれども、その弾き方はですね、G マイナーが上から下に下ろすね、ダウンストロークをね、8回繰り返します。でね、G マイナーが終わった後に D コードをね、弾くんですけれども、これがね、1回ダウンストローク。でね、その後ピック弾きをね、4回します。4弦、3弦、2弦、1弦のね、順番で弾いてください。ちょっとね、つなげてみると、G マイナーからいきます。こんな感じになります。やってみてください。それではまとめに行っていこう。はい、ということで今回は桑田佳祐さんとその同級生の方々で歌っている時代遅れのロックンロールバンド、こちらのギターコード解説やっていきました。皆さんいかがだったでしょうか。コード自体はね、そんなに難しいところなかったと思うんですけれども、ストロークがね、他の曲よりもね、結構早めのね、ストロークになっておりますのでね、ここら辺をね、しっかりね、リズムよく練習してもらえると、いろんな曲でね、活かせると思います。ぜひね、習得してみてください。何かね、わからないことございましたらね、ぜひコメントで教えてください。返させてもらったりとかね、この以降のね、動画に活用させていただきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、今回もカオルの動画ご視聴いただき本当にありがとうございました。カオルの動画面白かったよ、楽しかったよ、役に立ったよと思ってくださった方、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ということで、次のカオルの動画でまたお会いしましょう。バイバイ。